こんにちは伊藤定一です YouTube 始めてから結構 Web3 の話が多かったと思うんですけども最近 AI がかなり話題になってきたので AI の話をそろそろ始めたいと思います。で今話題になっている ChatGPT っていうのはアメリカの OpenAI っていう組織から出てきていてでそこの創業者の Sam a オー m a n も知ってるし、まあ、それのいろいろ仕掛け人になってたリード・ホップも友人で、まあ、去年から実は GPT を使ってで最近も GPT4 使ってたんですけども。 これはあの秘密プロジェクト Read の本の,あのリサーチプロジェクトというので表で話せなかったのが、まあ、僕は結構みんなすぐ外に喋りたい人なのでずっとムズムズしてたあのことがあったんですけども今週 GPT-4 がやっと出たので初めて表でこの話ができるのでとっても嬉しいです。GPT っていうのは LLM 大規模言語モデルというあのまあ機械学習の一種で。 インターネットとか本のいろんな大量な文章をあのモデル読み上げて学習するのね。で、そのモデルの中のいろんな言葉とか意味とかコンセプトをニューラルネットワークっていうパターン認識みたいなシステムになって、まあ、この今まで読んだ言葉の中だと、この質問に対してこれが続きなんじゃないかなとかっていうことを、まあ、ゲスするのが LLM の特徴で、 これをすごく規模を大きくして文章を長くすると、このコンセプトはどういう意味なのかとか、英語だったらどう翻訳するかとか、本当に実際にある文章ではないんだけども、きっとあったらこんな風になるんじゃないかなっていうゲスするのが、この GPT の元の技術なので、だからとっても正確なデータベースだとか、計算とか、リアルタイムの情報とかはあんまり適してないんだけども、こういう文章とか会話にはすごくよくできていて、もう一つできるのは、 あの人間の自然言語をコンピュータ言語に変換するっていうこともできるので、そうするとプログラムを書くとか、あのコンピューターに命令を送り込むことができるので、でこれで多分初めてコンピュータープログラマーじゃない人が、このプロンプトっていう、こう、チャット GPT とか GPT-4 に投げ込む言葉によって、プログラムみたいな形でコンピューターをコントロールすることができたので、これはあのもしかすると一番あの大きな革命の部分なんじゃないかなと思います。 GPT-4、で GP 4まあ、今まで ChatGPT っていうのがあって、でこれは GPT-3、3番の,の GPT のモデル、まあ、3.5とか使ってたんですけど、GPT-4 はかなりあの大きくなって、GPT-4 は GPT-3 よりもたくさんのデータを使ってて、でパラメータっていう、このセットできるあのウェイトがすごく増えてるので、もっともっと長い文章をもっともっと深く理解することができていて、まあ、実際使ってみると感覚的には、 GPT-3 っていうのはまあまあ頭いいあの小学生っていう感じでで GPT-4 になると、まあ、大学生のレベルだよねだから、まあ、たまに直してあげなきゃいけないんだけどもすごくちゃんとした大学生が図書館で、まあ、半日ぐらいかけていろいろ集めた情報をレポートにするっていうのが GPT がパン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 出してくるっていうような使ってみると感覚で。 もう一つは、モルティモードで、モルティモードって何かっていうと、いろんなモード、例えば、あの、画像を入れると、その画像の中身を理解するようなことができるので、だからそのテキストだけじゃないっていう、あのところもすごく重要な特徴で、で僕もいくつかデモを見てるんだけれども、例えばこの絵が、こういうパイプがこう,いう風になってると、それはどういう意味になってるかとか、まあ、冷蔵庫の中身は何なのかとか、あとは、こう、物理的な構造をすると、何が押されると何が起きるような、 今までやっぱり GPT-3 では全然できなかったものがたくさんある。で、GPT-3,、まあ、チャット GPT が間違えるいろんな、まあ、数学とか面白おかしくツイッターでみんなあのシェアしたと思うんですけども、僕もがいろいろいじってみると、まあ、9割、まあ、感覚的なんですけど、9割以上 GPT-3 が間違ってみんな笑ってたものは GPT-4 は間違えなくなったので、 あのそれはすごく発達したと思いますしあとはいろんなテストを取ってるので g p t 4の方が圧倒的に点数が高いだから、まあ、学校に行って学習が増え,てし増えたし脳も大きくなった g p t 3だと思いますでもう一つ g p t 4で良くなったのはいろんな言語のサポートがとても良くなったので,でちょっとチャート見ていただくと分かると思うんですけども言語の数もいいし日本語はこれ79.9%と書いてあるので 英語は多分日本語で話してると感じる頭良さもあのだいぶ良くなって、まあ、まだ英語の方があのいいんですけども日本語で結構良くなったのは大きい変化かなと。でもう一つ GPT-4 ではスティーラビリティあの操作性って言ってるんですけどもちょっとこの画面を見るとこの「システム」って書いてあるところに例えば岸田総理が国会答弁で答えるような返事をする。 そして、ここで同じ、あの、G、GPT って何ですかで入れると、今度はこれは。で、今まででも、チャット GPT でも、こんな風に答えなさいとか、あなたはこうなんでこうしろっていうのを、チャットの中に入れるっていうことはできたんだけれども、まあこ、この場合は、ここに入れるとずっと常に、あの、この文脈の中で答える。で、これはまあ、こういう、岸田さんが答えるような答え方っていうのは、 入れられらるんだけどももっと細かくあの答える中のいろんな指示もできるので例えば、えー、ともう一つで,で、まあ、こうやって例えば普通にただ答えるんじゃなくてこういうソクラティックメソッドであのあの答えていくっていうこともできる。例えばここで で OK そして So it's asking me smart c o n t r a c ですかスマートコントラクトはブロックチェーン上のプログラムですその通りですでは栄養を作成するためのステップを考えてみましょうまず栄養の目的と目標は何でしょうかそれを明確にすることが重要です 素晴らしい目的ですね。ではその目的を達成するためにデイヨーがどのような機能や役割を果たすべきだと考えますか <noise> その考え方は素晴らしいですね。では参加者がデイヨーで意思決定を行うための基本的なルールや投票システムがどのように設定されるべきだと思いますか スナッップショットオ工業を使ってトークンレートを設定し投票を管理する方法は効果的ですねでは例を野ガバランスに使用するトークンはどのように設定、はいまあ、GPT に単純に答えを求めるっていうのは一番最初にみんなやることだと思うんだけども多分これから一番 GPT の使い方で面白いのは自分の,あの、まあ、ブレイストーンのパートナーみたいな感じでで,で、まあ、だいぶ GPT-4 で間違いは減ったけれどもでもやっぱり間違いはあるので。 で、僕らが言ってることに対してコメントをするのとか、質問を投げかけて僕らのクリエイティビティを引き出すとか、僕らがクリエイティブなことできるので、できるためにもっとつまんない部分を全部準備してもらう。だからそういう、やっぱり GPT の, G P T のまあコーパイロットっていう言葉、GitHub なんかでは使ってるんだけども、ただこういう形で GPT が質問してくるのはすごく、あの、最近見てるプロモプトの中で面白い。 タイプなので,で、こういうプロンプトもみんないろいろシェアしていくとすごくこういい先生になってくれるプロンプトを作ってこういう対話であの、まあ、自分も勉強するっていうこともすごくあの面白い使い方じゃないかなと思います。まあ、最近僕は一番 GPT 使ってるのはあの英語で質問して日本語で答えてもらうとか日本語の文章をきれいにしてもらうとかあ,のあとは翻訳には 最近この GPT のシステムプロンプトでこの翻訳しろっていうところをここのシステムに入れると結構長い文章バンって結構早く翻訳ができるのでそれもすごく役に立っているのとあとは例えば200字のものを400字にしてくれっていうと結構上手にあの引用を足したりいろいろ増やしてくれるのでこれもチェックしなきゃいけないんだけどもあの文字数を合わせるとかそれとあとあとは例えばその ジャーナルとか朝日新聞の記事のような言い方でこれを書いてくれっていうこともできるので、そうするとすごくこう、てあの細かくトーンを設定できる。GPT-3 はあんまり上手じゃなかったんだけども、GPT-4 はかなりそのトーンの設定のところはよくできているのと、あとクリエイティビティも、あの、やっぱり人間のクリエイティビティを吸い込んでいるので、こういうような会社があるけど、名前を考えろとかあの、こういうなんかタグラインを考えてくれとか、 あとはあのスクリプト。例えばこ、この人とこの人が話して対談するんだけど、対談のスクリプトを出せっていうのもあの結構出せるので、で、この間ちょっとやったので見ると、これを例えばやるとこんなものが出てきます。だから、ポッドキャストの台本の叩たたき台を作るっていうのはすごくいいと思うんだよね。で、結構だから、まあ、お利口さんが作った叩き台なので、 ひねりとかはないんだけども、ただこのつまんないところを人間が書かなくてもいいので、逆にひねりのところに集中できるから、まあ、クリエイティビティは上がるんじゃないかなっていうのが、あの、多分、正しい考え方じゃないかと思う。で、こ結構この GPT 全般で面白いのは、この作った人がわかんない機能ってたくさん入っていて、で、この間、あの、例えばこの文章を絵文字でサマリーをしろっていうことを聞くと、これもどっか他の人が、 やったのをヒントに受けたんだけどもだからこんなの多分作った人はできると想像してなかったんだけどもユーザーが発見してるだからこういういろんなプロンプトをみんな Twitter とか、まあ、Discord でシェアしてみんなが発掘できてないものが出てくるでもこれはあの嬉しい方の話で,で例えばビングでこの GPT の中に隠れてる変な性格の GPT モデルがあって、それをこうこっちから引っ張り出すと変なこと言わせることができるっていうのもあるので、だから GPT っていうのはかなり巨大なモデルを最後ファインチューニングでできるだけこうみんなに嫌われない、怒られない、嫌なこと言わないモデルにこう仕上げていくんだけども、でもなんか奥深くに入ってる変なものがたまに出てきて、出てきたらまたそれを抑えるっていう結構あの難しい構造になっていて、 で多分、まあ、いいものも変なものもどんどんこうみんな発掘していくと発見していくんじゃないかなと思います。もともとチャット GPT は無料で出ててで今 GPT プラスっていうのが月20ドル、まあ、2500円3000円ぐらいでそして今確か1日 100, 100回ぐらいプロンプトを叩けると多分これは値段はいろいろ変動してくると思うんだけどもだからそういう意味で言うと ここからでもももう貧富の差も出てくるんじゃなないいかなと思います。まあ、AI とかロボットのこと怖い人は結構いてそして僕も怖いですで。みんなとちょっと違う意味で怖いのかなとあの、まあ、人間みたいなものになってでそこで抵抗がされて人間がいらなくなっちゃうんじゃないかなっていう恐怖を持ってる人たちはいてで実は OpenAI やってるチームも AGI っていうあの Artificial General Intelligence という、まあ人間みたいな脳になるっていうのが目的だってら書いてあるぐらいで、まあ彼らもいろいろ危険性があるので、いろいろやっていこうっては言っているんだけども、僕は人間みたいなコンピューターが出てくるっていうとこの危険性よりも、今はすでに人間があの不公平なことだとか、倫理、倫理的に嫌なことをやってることを、どん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 自動化していくっていうことが AI でできるし、加速していくと、あとは手が届かなくて、 ななっていくってていいくうところがリスクかなとでそういう意味で言うともう60年代からあのこの機械機械によって社会のにとってネガティブなことの話ずい随分あってあのノーベル・ウィーナーっていう先生があの Human Use of Human Beings って言ってこう人間がに人間人間が機械の一部になっちゃうで人間が使われるだから考えてみればあの株式会社とかあの国の組織とかっていうのは 人間コントロールできてないけど人間をコントロールしていて、ルールに従ってお金を最適化するとかそういうあのゴールで、すごいひどいことって企業ってやろうと思えばできちゃうで、やろうと思ってばってこう企業が勝手に動くわけなので、だからそういう意味で言うと AI と企業ってすごく似ていて、で、今大企業が悪いことしないようにするためにいろんなあの国のルールだとか、 会計のルールとかガバナンスとかいろいろあるんだけども、まあそれと同じで AI も多分いろんなガバナンスのルールとか必要で、ただ結構そこって無知なところはたくさんあるので、そういうガバナンスルールをどうやってやっていくかっていうことがすごく重要な課題で。で、僕が MIT に行った時も、うち MIT と僕もハーバード法学部でも教えてたので、そのハーバード法学部の学生と MIT のエンジニアたちと一緒に 法律と倫理の AI の授業やったんだけども、その時に分かったのは、やっぱり技術ある程度分かってて、法律も分かってて、倫理も分かってる人たちが一緒になって、これからルール作っていって、そのルールをコンピューター言語で表現して AI をマネージしなきゃいけなくてで、そこがまだちょっと弱いと思うんだよね。で、各国によって何やってよくて何やっちゃいけないかっていうのも、国によっても違うと思うので、 日本もそういう何、何をやったら良くないのかとか、人間はどういう立場なのかとか、AI はどういうふうにマネージするかっていうのもみんなで議論して決めて、それをちゃんと AI の仕組みの中に入れていかなきゃいけないと思うので、これは重要な課題だと思います。ただ、AI によって世の中も良くなる可能性もあるので、すごくちゃんとこう取り込む必要があると思うんだけども、ただ悪くなる可能性って良くなる可能性って技術なので、 同じぐらいあると思うので,でむしろ我々人間社会が正しい方向に向かっていればジェットパックつけてもいい方向にいくと思うのでだから技術だけじゃなくて我々自身が正しいルールで正しい倫理で社会を前に動かしているかどうかっていうところでそれで言うと結構危ないかなっういう気もしはす。僕は基本的にはもう教育の中では 徹底的に AI 使うべきだと思うんだよね。で、まあ、AI、GPT も含めて、例えば文章書くのが下手だとか、母国語じゃなかったりする人ももう普通にできるようになるし、リサーチをする時間はすごく短縮されるし、プログラム書く時間も短縮されるので、 同じ一学期でできることがすごく上がるわけなので、学ぶスピードと作るアウトプットとインパクトが高くなるので、だからバーを上げるけれども AI を徹底的に取り込む。で、その AI の使い方の授業っていうのもあると思うんだけども、普通の授業の中でも徹底的に AI を使うべきだと思いますので、まあ、僕がコントロールしている授業では使おうと思っています。だから今度やろうとしている Web3 の授業でも、みんな GPT 使わない方が変じゃないかなと思います。 AI と Web3 の関係って結構面白くて重要で,で Web3 っていうのはブロックチェーンによってたくさんの情報がどこからでも確認できるので透明性だとかあのそのあのアカウンタビリティ責任を取ることもできるしで解析可能になるんだけどもただ解析できてないんですよねだから変な DAO がいたりいろんな詐欺があるのはデータはある程度見れるんだけどもその解析能力がない。 AI によって Web3 で見れる大量のデータを解析して、そしてその解析した情報をあのみんなでディスカッションするディスカッションのファシリテーションと、で、ブロックチェーンがそれをまた書き込んで、で、そのマネージメントのところと解析のところと、あとは自然言語で、例えばこのダウってどのぐらい投票はフェアなのって質問したら、GPT みたいなのがそれを Web3 の言語に変えて、 情報を引っ張ってきて自然言語でまた表現することができるので普通の人が Web3 に参加したりあとはこういうスマートコントラクト書きたいもちろんそれをあのセキュリティチェックとかいろいろやらなきゃいけないんだけどそういうのもできるしあとはあの結構これ Twitter で見てるんだけどもこのスマートコントラクトの,あのセキュリティホールはどこだっていうと GPT はそれを解析してあの出してくれたりするのでだからセキュリティの部分だとかガバナンス部分だとか その透明性の透明な情報を解析するっていう意味ですごく Web3 とあの AI の相性はいいと思いますはいありがとうございましたそして次のエピソードはまだ一つ残ってる Web3 のエピソードでというののツールの紹介をしますでその次が Generative のデモンンストレーションと How to をやりますそれとコメントは必ず見てますので質問やアイディアや意見があったらコメントに書き込んでください